った3日で肩の肉と二の腕痩せる方法知りたくないですか？ということで今日は教えてくれる先生をお呼びしました。はい、みなさんこんにちは、みおです。みおの女子セレブの部長のみおさんです。はい、よろしくお願いします。本当に3日で痩せるんですか？いや、みんなね、なんかそういうこと言うんですけど、うん、あのサムネイルに使っている画像あるじゃないですか、はい、あれ、本当に3日で試してもらった結果なんですよ。いや、マジで、本当に私のお友達のママ友に、はい、あの実際にやってもらって、はい、ああなったので、乗りますよ。あ、そうですか。え、はい、何歳くらいの方なんですか？ね、40代、アラフォーの方で、お子さんが3人いらっしゃる方。最初すごいね、あのタポンタポンで、はい、やだ、ノースリーブが着れないって言って困ってたので、じゃあこれやってみてって言って。何分でしたっけ？もうね、5、6分らしいです。5、6分短くて、うん、で3日で痩せるらしいんで。しかも1日たったの1回だったそうです、彼女が。おお、うん、やったのは。じゃあやります。やります。はい、やってください。じゃあ皆さんも一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。じゃあまず右肩から、左手で右肩を押さえて上げて、ドン、息抜きます。こんな感じ。そう、一気に抜くのが重要です。思いっきり首と肩周りぐわーって緊張させて、ドンって抜くことで筋肉が緩みます。これちゃんとやったらめちゃくちゃめっちゃプルプルしてるじゃないですか。深井さん、ほんと真面目、素晴らしい。あ、真面目。そう、真面目なのにズボラっていう。はい、OK。 すげえきつい。赤さん、肩前側入ってます。開いてください。 OK。 今度ね、反対側いきます。押さえてる方の手にもあんまり力が入りすぎないように、もうほんとここだけでいきます。そう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 、そんな感じ。グー引き上げて、なんかため息つく感じではっっていくと結構抜けます。いいです、いいです。一気に肩がベロンって抜けるぐらい。そう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 、ベロンベロン関節抜けそうみたいな、そんな勢いで、そうです、そうです、そうです。いいです、いいです。もうここら辺に血がぐわーって溜まってくる。で、一気に抜く。ドン、はい、OK です。で、じゃ今度はね、ぐるぐる回していきます。前からね、後ろに、そう、それです。胸を開きながらいく感じでいきましょう。お、いいですね、いいですね、いいですね。で、深井さん、この手は肩にくっつけなくても大丈夫なので。そうそうそう、もう自分で肩の関節が楽に動くところで回してもらえば全然 OK です。こんな感じかな。そうです、そうです。で、気にならなければもうちょっと早めにぐるんぐるんでも、本当に適当にやってもらえれば。あ、適当に。あ、でも適当でいいですよ。あ、そう。あ、ここはあの力を抜くところ。もうすげえでかく回しとるからとにかく自分の筋肉柔らかく使っていきます。 OK です。うん、いい感じ、いい感じ。で、なんだっけ、今度はね、逆回しもいきます。後ろから前。そう、なんかね、イメージは肘で円をぐるぐる描く感じでいきます。でも完全になんかミオさんってこのガチ体育会系見えるから、もっとガチガチじゃなきゃいけないのかな。意外と。いや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 、深井さん、ここから先ですよ。あ、これ先。ここから先ですよ。こんなゆるゆるで終わるじゃわけじゃないですよ、本当に。この一つ目二つ目のエクササイズで、あの柔軟性と可動域、動きの幅を広げてからの筋肉をがっつり使っていくっていう流れでございます。そうそう。OK です。はい、ここから来ました。今度はね、前側に腕をグッと持ち上げてもらって、フロントレイズってこの肩の前側の筋肉を鍛えていきます。こう、そう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 、もう最初は何でもない動きなんですけど、だんだん上げていくうちに前側が辛くなってくる。キョンシーみたいな。そうです、そうです、キョンシー、キョンシーで、なんかちょっと肘から上でこう糸で吊られてるような感じで。そうです、そうです。じゃあ私は操り人形のようにこう上から操っていきます、これ。そうなんで、手首の力ベローンって抜いてもらって動かしてもらって。手首の部分か。そうそう、抜いてもらっていいです。そう、だんだんこの肩の前に肘曲がっていいよ。曲がっちゃって全然問題ないです。 OK、OK。 はい、 OK です。今度は今の横バージョンでサイドレイズっていうのいきます。はい、これもちょっと肘から、はい、上げていく感じで。ほう、そうです、こういうイメージです。はい、全然違ったもういい絵ですね、これね。操ってる感が見えないけど、そういい絵だと思います。操ってる感がね、いい感じです。で、ちょっと
っとこの脇のあたりにきつくなってきた。いいですよ。空間を作ってもらいたいです。ここにちょっと集まらないでください。ちょっと深いさダメですよ。そう、ここに空間を作ったまま、はい、手首が上がってる、はい、肘から上げてくる、はい、そうですそうです、はい、あともうちょっと頑張ってください。1、はい、 OK です。今度は後ろ側いきます。もうだいぶ来てますから。よし、いいよ。でちょっと体を前に傾けてもらって、はい、そのまま肘で後ろにうーって引っ張っていきます。こういう感じ。そうそうそう。でこれもこう操られてる感覚でグッと上に、はい、ちょっと操られたことないんでその感覚は分かんないですけど、なんか言ってることがある。じゃあ脇ちょっと締めてください。でここからそうですそうです、脇締める、そう、ちょいちょい脇締めで肘から後ろに持ってくる。でこの辺りにグーって力が集まってくるといいです。肩の後ろの辺り、あともう少し、おやさん頑張って、よし、すげえ体が強い。全体の動きいきます。今度ね、腕をねじっていくんですけど、これね、あの手でおせんべい焼いてください。おせんべいえ、わかんないですか。手でおせんべい、こういう感じ。そうです、このせんべいの表と裏をまんべんなく焼いてほしいんですよ。せんべい焼いたことないんでよくわかんないけど、ま、なんかそんなそんなイメージで焼いてください。そうすると肩は動かさないで、この腕だけの筋肉がぐりぐりねじれるので、だんだんこの辺りに効いてきます。はい、頑張って頑張って頑張って、いい感じ。終わった後結構きつくないですか。いや、もういいです。いや、もういいです、もういいです。はい、じゃあ最後ラストスパートです。今度バンザイ、はい、上にガツガツこうやって上げていく。そう、上げて下ろして、上げて、これなるべく真上ってイメージ。あ、そうです、真上です。で、今までで全部使ってきた筋肉をこのバンザイでいっぺんに使っていく感じ。脇とか二の腕とか肩の周りとか、このもうとにかく肩周辺の筋肉をがっつり使って代謝を上げていきます。そうするとこの肩周りがスッキリするから。皆さん、これなんかここよく筋肉ついちゃってすごい気になるっていう女性が多いんですけど、それは大丈夫、はいはいはい、これやっても大丈夫です。 OK、 いい感じ、いい感じらしいです、大丈夫らしいです。はい、筋肉ついた方が代謝が高まって、そのあたりがスッキリしてきます。はい、いいですね。でですね、一応みゆさんのチャンネルでもコラボした動画出しているので、ぜひ見に行っていただければと思います。見に来てください。みゆさんのどんなチャンネルでしたっけ。私はチャンネルはですね、忙しい女性向けに短い時間でしっかりと体が鍛えられるエクササイズと、お食事のポイントなどなどご紹介しています。なので結構ね、女性にとっては必要な情報がいっぱい詰まっていますし、忙しい現代人にとってはすごくいいチャンネルになってると思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。じゃあ深井さん頑張ってください。もうじゃあラスト1回、ラスト1回、イエーイ。お疲れ様でした。よく頑張りました。まずは肘を90度に曲げて閉じる、ぐっと胸を張る、手と肘をつける、ふう、繰り返していきましょう。しっかり胸を開いて、しっかり手のひらと肘をつける、これを繰り返していきます。ふう、呼吸は止めないようにして、ゆっくり大きく普段動かさない範囲まで動かしていきましょう。ふう、 OK、 次手を後頭部で組みます。そのままちょっと丸めたら、ぐっと胸を張る。ふう、胸を張るときに肩甲骨ぐっと寄せる。ふう、背中の筋肉を使うイメージです。ふう、ぐっと胸を張る。ふう、腰をね、反らせすぎて痛くならないようにしましょう。ふう、肩甲骨寄る感じあれば OK。 よし、 OK。 そのまま後頭部で組んだまま左右にねじる。ふう、ふう、なるべく胸を張っておく。ふう、ふう、ぐっと、ふう、きつい。呼吸は止めないで頑張りましょう。ふう、きつい。ふう、ふう、胸張ってなるべく姿勢正して、ふう、しっかり左右にねじる。ふう、ふう、ふう、オッケー。そしたら次は右手を斜め上に上げる、左手を斜め上に上げる。ふう、繰り返していきましょう。ふう、上げた時に脇の下、脇腹伸びればオッケーです。ふう、なるべく指先を遠くにぐーっと伸ばすイメージ。ふう、肩腰痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。ふう、しっかり限界まで伸ばす。ふう、限界まで伸ばす。
ふう。これ伸ばす方向はね、自分が脇腹、脇の下伸びる方向でいいです。真横でもいいし、ちょっと斜め前でもいいです。ふう、呼吸はどれぐらい OK。 次は肘90度、こんな感じに曲げたら前に倒す、上に上げる。ふう、見えますか。ふう、ゆっくりでいいですよ。これ痛みある方、痛みない範囲で行いましょう。ふう、呼吸は止めない。なるべくね、ぐっと胸張っておきましょう。ふう、これね、四十肩気味の方とか肩こりの方、変な痛みあるかもしれないので、痛みある方はね、絶対痛みがない範囲で行っていきましょう。ふう、ふう、ふう、呼吸は止めないで頑張って。ふう、オッケー。次は右手で左肩ぐっと掴みます。そのまま胸をぐっと開く。左の肩ぐっと掴む、胸を開く。ふう、繰り返す。左にねじって右にねじる。きつい、きつい。ここをね、ぐっと掴むイメージ。ふう、きつい。ふう、なるべくゆっくり大きくねじる。ふう、上半身きつい方、左手床ついちゃっても大丈夫です。ふう、ぐっと。ふう、よし、頑張って。次逆いきます。左手で右肩掴む、左にねじる。ふう、きつい。ふう、きつい。右手床ついてもいいです。ふう、ぐっと丸めて広げる。ふう、普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。ふう、皆さんついてきてますか。結構ね、いろんな種目あってきついので、途中でサボってもいいですし、ふう、一種目飛ばしてもいいです。もしくはね、再生速度を早め 1.25 倍とかにするとだいぶ楽になります。ふう、逆に頑張れる人はね、 0.75 倍遅めにするとよりきつくなります。 OK。 次、肩回しです。手を肩にこんな感じで添えて、大きく後ろ回しですね。ふう、これはポイントはゆっくり大きく、普段動かさない範囲まで動かすこと。こうやって肘を限界まで上げて、肩甲骨しっかり寄せる。ふう、ぐっと胸を張る。肘を限界まで上げて、ふう、これもね、肩痛みがある方は痛みがない範囲で行っていきましょう。ふう、呼吸は止めないで、ゆっくり普段動かさない範囲まで大きく動かしていきましょう。OK。 次、肩のストレッチ、ここです。左手をこっち持ってきて、右手でこんな感じで押さえます。こっちにぐーっと体ねじって、顔は左向く。ここ伸びれば OK です。ふう、この肩がね、こうやって上がっちゃうと伸びないから、ちょっと下げると伸びてくると思います。肩がね、上がらないようにちょっと下げてあげましょう。この辺がね、結論伸びてれば OK です。いまいち伸びないよって方は、右手で左の手首ぐーっと引っ張ったりとか、もうちょっと左向いたりとかしてね、この辺が伸びる位置探してみましょう。 OK。 次、逆です。右手を横、左手をぐっと。ここ伸びれば OK。 伸びますか。肩上がっちゃうと伸びないですからね、なるべく肩をぐっと下げておきましょう。ここね、三角筋って言って、肩周りで一番体積が大きい筋肉なんですね。だから、こうやってパソコンしたり自転車こいでればいいんだけど、すごいね、肩こりの人ってこうやって肘が上がったままこうやってパソコンしたりとか、自転車乗ったりするから、すごい硬くなりやすいんです。ふぅ。OK。次、パンチです。真横にパンチ。交互。肘をしっかり伸ばしきる。ふぅ。ふぅ。僕も汗だくです、もう。こうね、撮影の時はクーラー入れるとクーラーの音がね入っちゃうから、いつもクーラー切ってめちゃめちゃ暑い部屋の中で撮影してるので汗だくになります。皆さんはね、エアコン効いた部屋の中でももちろんいいです。前もね、エアコン切った方がいいですかって質問来たんですけど、もちろんね、切った方がいいんだけど、精神的にきついと思うので、エアコンつけてていいと思いますよ。ふうふう、 OK。 次はですね、後ろにこんな感じで手を伸ばします。で、ぐっと上げる。ふう、こんな感じです。なるべくぐっと胸張ってね、こう肩甲骨がぐっと寄ってる感じありますかね。あとは二の腕、背中力入ってれば OK。 こんな感じで腕を上げる。ふう、なるべく姿勢正す。ふう、
呼吸は止めないようにしましょう。きつい。これこの次の種目もね、この体勢のままいきますよ。胸張ってなるべく肩甲骨寄せておく。いきますよ。次はこのまま拍手するイメージ。きつい、きつい。なるべくね、肘伸ばしたままの方がいいんですけど、僕も硬くて結構きついので、で拍手できない人は拍手するイメージでいいです。僕もこんな感じで届かないので、こういうイメージ。余裕だよって人はね、胸張って肩甲骨寄せて拍手しましょう。きつい、きつい。頑張って頑張って。だいたいこれで半分ぐらい終わったかな。呼吸止めないようにして、なるべく胸張って、次休憩ストレッチ。 OK。 これよくあるやつですね。左手で、右手で左肘持ちます。こんな感じ。脇の下、脇腹伸びれば OK。 で、いまいち伸びない方はね、左手を右肩甲骨こうやって触っておくとより伸びてきます。脇の下、脇腹、二の腕伸びてれば OK。 ちょっと体倒してもいいと思います。呼吸は止めないように頑張っていきましょう。 OK。 次逆です。右手を上げて左手で右肘を持ちます。右の脇腹、脇の下、二の腕伸びてれば OK。 伸びない方は右手で左の肩甲骨こんな感じで触っておきましょう。呼吸はね、止めないように意識をして、あんまり肩も変な力入りすぎないようにしましょう。二の腕、脇の下、脇腹伸びてますか？OK。 次はね、手を横に広げて手のひら上向ける、下向ける、繰り返していきましょう。これね、地味そうなんだけど結構二の腕にきます。で、もしきつかったら手下げてもいいです。こうやって余裕があればちゃんとこうやって上げたままやってほしいんですが、あとね、肩硬い方、これだけでも肩に痛み出ちゃうかもしれないので、痛みはね、ない範囲で行っていきましょう。しっかり開く、呼吸は止めない。OK。 次は手のひら上向けてこんな感じ、開く、開く、しっかり胸開く、閉じる、胸開く。これもきつい人、こうやって低い位置でももちろん OK。 グッとね、胸張って手を後ろまでやることが大切。呼吸は止めないように頑張りましょう。きつい。頑張って頑張って。頑張って、ラスト1回。 OK。 そしたら次は右手、右肘床について左手をバンザイしましょう。左の脇腹、脇の下、この辺伸びてれば OK。 で、手をなるべく遠くにグーッと伸ばしてほしいんですが、真横に倒してもいいし、斜め前に倒しても OK です。でね、これ二の腕の動画なのに、なんで脇腹、脇の下さっきから伸ばしてるかっていうと、上腕三頭筋、二の腕の筋肉って実は肩甲骨からついてるんですよね。だから肩甲骨こうやってグッと手を上げると動くので、これで二の腕伸びます。 OK。 逆いきましょう。左手、左肘床ついて右手万歳、脇の下、脇腹伸びます。そう、これでね、脇の下伸びてるってことは、こう肩甲骨から二の腕にかけてついてる上腕三頭筋が伸びてるっていう証です。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。余裕があればね、遠くに向かって手をぐーっと伸ばす。きついな。これが休憩ストレッチなので、この次からまた動きますよ。よし、OK。 頭の上でタッチ、タッチ、グッと。これね、なるべく頭の真上でできたらいいと思うんですが、肩に痛みがある方はこれでももちろんオッケー。極端な話、これでもいいですよ。ふっと、ふう。ただね、余裕がある人は頭の真上、ふう。ただ肩、痛みがある方、痛みない範囲で行いましょう。ふう。万歳。ふう。
呼吸は止めない。頑張って。頑張って頑張って。よっしゃ、オッケー。次はね、手のひらを後ろ向けて、ぐっと胸開く。胸開く。こんな感じ。手のひらは後ろ向けておく。で、これ狭くてできないよって方いたらね、ちょっと、あのね、例えば、こういうのでもいいです。これでも OK。できる方はね、手のひら、じゃない、肘伸ばして、後ろで。しっかり、頑張って。手のひら真後ろ向けてくださいね。この次、結構ね、二の腕使ったので、二の腕マッサージ。まあ、ちょっと休憩の種目ですね。頑張って。OK。じゃあ、左手で、右の二の腕マッサージしていきましょう。これね、まあ、こんな感じで、そんな深く考えずにね、二の腕全体こうやって揉みほぐしていきましょう。こうやってね、手下げた状態でもいいし、楽な体勢作ってね、左手で右の二の腕マッサージしていきましょう。で、特にね、この関節のあたり、すごい硬くなりやすいから、関節のあたりもね、しっかりほぐしていきましょう。呼吸止めないようにしてね、あんまり肩、力入りすぎないようにしましょう。オッケー。次逆です。右手で左の二の腕マッサージしていきましょう。これもね、痛気持ちいいぐらいで、やっぱりね、足のマッサージとかも、僕がこう、あざにならないように優しくって言ってるんですけど、それでもやっぱね、あざになっちゃうっていう結構女性化が多いので、本当にね、優しく痛気持ちいいぐらいでいいですよ。呼吸止めないで、肩もあんまり力入れないでね、頑張りましょう。あの、二の腕ってね、筋力不足だったりもするんですけど、硬かったりもするので、ストレッチとね、使うこと、両方大切です。オッケー、次はね、手を組んで、頭の後ろにぐっと、伸ばしきる。しっかり伸ばしきる。ぐっと。これもね、肩、痛みある方、痛みない範囲で行っていきましょう。しっかり曲げきる。伸ばしきる。手は組んでます。曲げ切って、伸ばし切って。呼吸は止めないように頑張りましょう。で、きつい方、これぐらいでもいいです。こうやってね、前でも OK。しっかり曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る、OK。最後はね、新技です。右肘と手、床について、こんな感じ、左の脇腹、脇の下、さっきみたいに伸ばしてるんですが、このままね、右腕、ぐっと伸ばし切る。右腕だけ、腕立てって感じ。左の脇腹、脇の下伸ばしながら、右のね、二の腕、使ってます。これ右手つく位置、斜め前でも後ろでもいいです。やりやすい位置自分で探しましょう。きつい。きつい。オッケー。逆行きましょう。左手で床ついて、右手万歳。右の脇の下、脇腹伸ばしたまま、左肘伸ばす。伸ばす。これでおしまいです。皆さんどうでしたでしょうか？やっぱり海外バージョンなんで、結構きついと思うんですけど、めちゃめちゃ結果出るので、二の腕ね、本気出せたい人は習慣化してもらえればと思います。で、あと二の腕痩せに必要な動きは他にもいくつかあるので、余裕がある方はね、概要欄にそれ貼っておくので、この後続けてやってみていただければと思います。あと、ツイッター、インスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。オッケー。今日もお疲れ様でした。よく頑張りました。この動画良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。概要欄、固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE、友達追加したらすぐにメッセージでプレゼントが届きます。